に針を覚えたら、皆さんこんばんは。こんばんは。本日は虫送りに参加いただきありがとうございます。今この梅雨の時期で天候がちょっと心配されましたけど、皆様の日頃 のおかげで、雨も降ることなく無事開催することができました。で本日予定しておりましたの天理市から の体験受け入れは募集人数に満たないということで残念ながら中止となりましたけど、今年も天理市長の並川市長様が、お越しになられてます。この後松明作りに、参加してもらいます。虫送りに参加していただきますけど、まず一言挨拶、お願いできますでしょうか。ずいぶん賛をいたしまして丸持って申し訳ございませんでした。
今日は上山田の皆さんの記憶に私も参加させていただく形は4年ぶりでコロナの間というのは市も神ともに来させていただくことはできなかったんですけれども、やはりこうやってですねコロナが一段落したときに多くの皆さんがお越しになれる形になったのも、やはり地域で、伝統を守っていただく、皆さんの郷土愛のゆえと、心から敬意を表する次第でございます。先端から激しい雨等もございましたけども、今日は天候もよく比較的涼しい中ということでございますので、ぜひ地域の皆さんとご一緒にこの神山田を歩かせていただく中でですね、今山田、久住、長崎はじめ、市としてもこの高原地区の活性化ということを力を入れておりますので、またご一緒に、高原を元気にしていただけたらというふうに思っております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
会場に近づけます
かった。はい。